十数年前の話です。農家の長男に嫁いで同居してたんですが、この辺りのスレでもよく見るようないびりはもちろん、台所で野菜を切ってる私に、やり方が違うと怒鳴りながら、揚げ物用の鉄箸と言うんでしょうか。それで、私の手の甲をバシバシ叩くんです。揚げ物をしていたので、すごく熱い状態。今でも、手の甲には、火傷の跡が残っています。姑は、私に火傷を負わせたいがために、しょっちゅう揚げ物をしていたようなものでした。旦那は見て見ぬふり。私が叩かれてる時に、旦那と目が合いましたが、旦那は思いっきり目をそらしました。その瞬間、体中の血が、さーっと外へ流れていくような感覚とともに、私が頑張って耐える理由も、失った気がしました。私のただれた手の甲を見て、周りの奥さんがひそひそするようになりました。お嫁さんをいじめ抜いて、息子夫婦に愛想を尽かされた近所のおばあさんですら、私の手の甲を見て、言葉を失っていました。誰かが、直接姑に物申したのでしょうね。これ見よがしに同情を引いて、私を陥れるのか。と罵られ、軍手を投げつけてきました。これで手を隠して、外を歩けという意味でした。子供もできなかったので、風当たりはますます強くなり。私も麻痺していましたが、姑もまた麻痺していたのでしょう。外でも堂々といびってくれるようになりました。ますます墓穴を掘るとも知らずに、毎日毎日。旦那も姑も空気のようでした。そして、ある日、姑が階段から落ちて、足が内出血しました。と言っても、三段くらいなので、この程度で済んだのですが、その日の夕飯の時間、案の定と言いますか、嫁が突き落とした。と騒ぎましたが、当たり前のように、誰も信じません。私はその場で、さすがにここまで言われたら、ここではもう暮らせません。と言い、普段のいびりを知っていた旦那と姑は、何も言えずうつむいてました。まあ、突き飛ばしたんですけどね。階段の雑巾掛けをしていた私のただれた手の甲を、ぐりぐりと踏みつけられて、つい、死ぬとは思わなかったけど、骨折レベルの怪我でもしろと思いながら突き飛ばしたのは確かです。いつか、近所の奥さんに病院に連れて行かれた時の診断書や、役所での相談を通して、弁護士を見つけ、相応のお金をいただいて離婚しました。36の時に、縁があって再婚。子供にも恵まれて、なんとかやっています。風の噂では、嫁いびりする家族が育てた野菜はいらないと、狭い町で孤立。家業を畳むまで追い詰められ、もちろん新たな嫁も来ず、友達も失い、肩身を狭くして暮らしているそうです。